バイスのくんぺいです。実は今日僕の誕生日で、毎年これといったパーティーをすることもなく、特にインスタグラムに写真を上げることもないのですが、 SNS で多くのいいねを獲得するために、いわゆるインスタ映えする写真を撮る手助けをしてくれるリア充アピール代行サービスというのがあるそうです。今回はリア充アピール代行サービスを利用したパーティーを開いて、人生で一番リア充っぷりを発揮した写真を撮って、周りの人たちをびっくりさせたいなと思っています。こんにちは。こんにちは。あ、はじめまして。はじめまして。こんにちは。今日、リア充アピール代行サービスを利用させていただく、くんぺいと申します。くんぺい。よろしくお願いします。今日誕生日なんですよ。おめでとう。僕らじゃファミリーロマンス、男女三三で、今日はしっかりとくんぺい君の祝福をさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。ファミリーロマンスはですね、代理出席のサービスを行っている会社でして、例えば結婚式で友達が少なくて悩んでいる人に対して、我々が友達として一緒に参加したりと、時にはちょっと連絡が取れなくて絶縁状態の方が代わりの親を借りたいということで、お父さんお母さんを僕らが貸したりとか、あとは SNS で友達がいなくていいねがもらえないっていう悩んでる人がですね、僕らが一緒にその場に友達として写真撮っていいねをいっぱい稼いであげたりとか、そういった人間を貸し出すような代行サービスを行っている会社ですね。本日はリア充アピール代行サービスを利用させていただくんですけど、具体的にどういったサービスなんでしょうか？リア充アピール代行サービスっていうのはですね、 SNS をやっている、例えばインスタですね、やっている人がですね、友達がたくさん写ってるやつがいいねがもらえるんだな、その人が感じた時に、僕らがその人の友達となって、楽しくやっているような雰囲気を一枚の写真に収めることで、その人の SNS をより盛り上げると。で、今日設定は、はい、僕ら友達なんで、はい、もう敬語はお互いなしでいきましょうか。わかった。OK。 じゃあ頭付け合って、はい、ちょっとその辺で名前呼び合った方がいいかな。基本的にもうくんぺいのままなんだよね。くんぺいいね。なんかつけてもらってもいいですか、オリジナルの。くんぴぺいぺい。かわいい。今日はね、ほんとぺいぺいのためにいっぱい持ってきました。ありがとうございます。これはね、結構弊社の中で、これはバレることないの？これはね、すごい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 、これを飾りながら、この辺に生クリームつけたらもうね、あー間違いない。早速1枚いこうかな。いいかな、ペイペイ。はい、じゃあいくよ、リア充モリモリ。これ、これ何？パンマンよ。めっちゃいい。3、2、1。いい。めっちゃあった。パリピメガネ。パリピメガネ。おー、ピナリっぽいんだけど、ちょっとかなりインスタ映え。いや、ディアジュー、モリモリ。はい、ディアジュー、モリモリ。モリモリ。じゃあ真ん中でしょ、ペーティーが。ディアジューアピール代行サービスを使っている人がいるということについて、どうお考えですか？まあ、第三者から見ればそんな偽物の友達使って自分を飾らすってことに対して結構否定的な意見って実際には結構多かったりするんですけど、ただ我々の主観としてはですね、例えば SNS でつながってる友達ってですね、まあ、リアルな友達もいれば実際に会ったことない友達も結構いらっしゃるじゃないですか。その利用者さんと写ってる我々がですね、本当の友達か偽物の友達かっていうのは分からないわけなんですよね。まあ、なので少しでも自分をキラキラ見せられるようなブランディングを高めるような写真にしたいんですって方々が結構いらっしゃるんで、いいんじゃないかなと思ってます。
ハンバーガー食い。そう、あと5分経ったら次のとこ行かなきゃいけないから片付け。ペペ今日着替え持ってきてる？着替え持ってきてる。持ってきてる。やっぱね、あの次の現場でも同じ服じゃなくて違う服にすることで別の日に撮った写真できるから。リア充代行。リア充。リア充代行。まんまじゃないか。リア充代行。代行だ。いらなかった。このサービスの一応売りとしては100いいねもらえるよっていうところでホームページに歌ってるんですけど、まあ普段から50とか60とかですね、いいねをもらってる人に対してはだいたいいいねって 1.5 倍ぐらい増える、まあ、多い人によっては2倍3倍ってなったりするんですけど、僕ら自身がですね実際に自分たちのアカウントを使っていいねを手伝いをしてあげたりとか、コメントを入れてあげたりとかですね、あとはシェアしたりとか、たくさんの人により見てもらうようなお手伝いをさせていただくことで、まあ、100いいねに近づけるような形をバックアップしているような形です。今日どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日2時間でおいくらですか？今日はですね、2時間で6名で64,120円となります。これちょうどあると思うんですけど、はい、確認してもらっていいですか？これ64,000円です。はい、ありがとうございます。120円です。ちょうどですね。どうもありがとうございます。はい、まあ、今日はリア充アピール代行サービスを利用したんですけど、まあ、普段まず誰かとワイワイすることがないので緊張してたんですけど、すごい距離を詰めてくれて、まあだんだん緊張ほぐしてくださって、でも今日撮った写真で100以下だったらちょっとがっかりですよね。100以上はいいねがついてほしいです。